皆さんこんにちは、ジャコバナです。今日はですね、最近買ったドラッグストアコスメと、こちらのラッシュでの購入品、というか、私がずっと使ってて、おすすめのもの、リピ買いしたものを買ってきたので、こちらを紹介していきたいと思います。じゃあ、まずラッシュの方から行こうかなと思うんですけれども、今回2つ買ってきました。こちらの2つを買ってきました。こっちがボディコンディショナーの、スノーフェアリーっていう、こういうピンクのねものと、あとはねダークエンジェルスっていう、これは洗顔料なんですけど、名前変わったな数ヶ月前と名前、あ、でもここには書いてあるわ。ここにはブラックダイヤっていう販売名が書いてあるんですけど、ここのところ、ここの文字のところもずっとブラックダイヤだったの。だけどダークエンジェルズに変わってる。まあこの2つを買ってきました。で、まあどちらかというと、これは冬によく使ってるもので、このねスノーフェアリーっていうね匂いっていうのかな、もうボディコンディショナー以外にも結構いろんなもの、ルームミストとかもあるし、あとはボディーソープみたいなのもあるしっていうのでいっぱいあるんだけど、その中でもこれはね冬限定っていうのかな、今の季節限定なんですよ毎年。だから私は毎年この季節にこれを逃さないように買ってるぐらい好きなやつなんですけど、ボディコンディショナーっていうだけあって、まあ髪の毛はシャンプーした後にコンディショナーとかリンスとかつけると思うんですけど、そういう感じで体を洗った後にこう保湿するものっていうのかなになります。まあコンディショナー、髪の毛のコンディショナーと一緒で一回つけて、まあ、軽く洗い流すっていう感じでやると肌がこうもちもちになるっていうか、スベスベになって、でこの香りがですね、ラッシュってリップスクラブも有名だと思うんですよ。で特に有名っていうか、特にみんなが結構持ってるっていうやつは、このバブルガムっていうピンク色のこのスクラブだと思うんですね。これと同じ香りがします。これは多分期間限定とかじゃなくてずっと売ってるものになるんですけど、これと同じ香りのものなので、まあバブルガムの匂いって言ったらいいのかな、わかんないけど、甘いんだけど、まあ、若干爽やかさもあるっていう、これはすごく大好きな香りなんですよ。まあこれが好きになった理由っていうのが、私のめちゃめちゃ大好きなくまみきちゃんが、何年前の動画だろう、何年か前の動画でこれが冬限定で出てて、くまみきちゃんも毎年冬になるとこれを買うって言ってて、初めて買ったのがこれで、それからラッシュ行くと冬の時期はこれを絶対買うようにしてるんですけど、わかる？なんかこう推しと同じ匂いをさ、まとわり つけてる、なんて言うんだろう、まとってるって考えたらちょっとなんかテンション上がるじゃん。というわけでこれを買いました。これ結構おすすめです。でこっちはね、打って変わってね、こういう真っ黒の洗顔なんですよ。でテクスチャー的にもこう、なんて言うんだろうな、まあスクラブみたいな感じなんですけど、これをこうちょっと取って、でここみちょってやって水を少し垂らしてこう伸ばして、顔にこうやってパックみたいな感じで伸ばしてって、こうくる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 毛穴が気になるところ中心にこう洗ってるんですけど、夏ぐらいから秋にかけてすごいね、鼻の周りの黒いプツプツができてたんですよ。あんまり私毛穴トラブルっていうのが今までそんななかったんで、初めてできたのね、その黒いプツプツっていうのが。でこれどうすればいいんだろうと思って、こう指でこう出し、あの何、爪でさ、あのかき出したりしてたんだけど、やっぱ鼻赤くなっちゃって、なんかそれ以来この鼻がね荒れやすくなっちゃったんだけど、どうしようって悩んでた時に、これがいいよっていうのをインスタかなんかで見て試しに買ってみたんですよ。で私そんなに肌も強くないから乾燥肌だし、だからちょっとこう怖かったのね、このスクラブっぽいやつを使うのが。ただ思いのほか乾燥も全然しなくて、洗い上がり、なんか洗い上がりにすごい顔がパキッと突っ張るような感じも全然なく使えたし、毎日これ使ってもいいんですかって店員さんに聞いたら、毎日使って大丈夫ですってことで毎日こう使ったんだけど、毎日スクラブ洗顔するのってどうかなって思いつつ使ってたんだけど、まあ、肌荒れすることもなく、むしろなんか鼻だけじゃなくてここら辺の毛穴っていうのかな、もう全然目立たなくなってきたので、よくねあのコメントでね、お肌の管理どうしてますかって聞かれるんですけど、これが結構最近は大きいかなと思います。まあ洗顔にしてはこれ1個ね1500円しないくらいかな、まあそのくらいだったので、市販のやつより高いかもしれないんですけど、だいたい2ヶ月半ぐらい持つので、まあ1ヶ月7、800円って思ったら、まあそんなに高くないのかなって思いました。まあ肌を傷つけてこう爪でかき出したりするよりかは、まあいいんじゃないかなと思ったので、まあちょっと気になる方はこのサイズ 100g のサイズから買えるので、ぜひぜひ買ってみてください。ラッシュではこの2つを買ってきたんですけど、袋がねなんか今だけなのかな、いつもはなんか茶色い紙袋なんだけどピンクになってて可愛いの。横も
こんな感じ。可愛いよね。私こういう感じの雲っぽい柄で自分のなんかロゴみたいなの入れたパーカーを作りたいんだけど、なんか今から多分企画立てたらパーカー出来上がるのが夏前とかになりそうなのでもう一回考え直したいと思います。でも可愛くない？この柄好き。雲の柄で、コスメもねいくつか買ったんですよ最近。じゃあまずはこちらを買いました。オピュのジューシーパンスパークリングティント RD001 番というものでございます。久しぶりにオピュを買いました。カラーがね思いのほかね薄付きだった。いっぱい重ねてこういう感じ。まあ秋冬使うのにちょっと落ち着いたレッドっぽい感じだったのでいいかなと思ってこれをゲットしました。ちなみに今つけてるカラーもこのカラーなんですけど、なんか香りがちょっと独特っていうのか、なんて言うんだろう、ちょっとなんか苦手な人もいると思うっていう香りで、なんかどっかで嗅いだことあるんだけどわかんないんだよな。いい香りなんだけど香りが強めって感じ。なんか若干口に入った時がなんかちょっとルル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 ってなる。でここの横がね、このパッケージの横がねライチかな、濃くなっててめっちゃ可愛いの。わかりにくいってかわかんないと思うんだけど、すごいねラメが所々散ってて、でツヤ感がすごいんですよ。これ1本これしかつけてないんだけど、グロスつけたぐらいプルプルに見えるので、なんかちょっと前に流行ってた粘膜リップっていうのかなっぽい感じで使えるんじゃないかなと思いました。これも今日使ったんですけども、エクセルのマスカラを買いました。ロング&カラードラッシュダークウォルナットっていうカラー、これ1500円でした。これねなんかブラックマスカラだと思って、まあ、買ったんだけど、まあまあ焦げ茶みたいな感じ、ほんとこのままの感じで、ロングって書いてあるけどね、なんかロングっていうよりかは、まあ、そんな長さは出なかったけどしっかり塗れて、まあ元のまつげのにちょっとボリュームを与えてくれてる感じかなと思いました。最近ずっとデジャビューのやつのブラウンマスカラを使ってたので、結構明るいブラウン、赤みがあるちょっとオレンジ寄りのブラウンっていうのかな、なんかそんな感じだったので黒っぽいやつを欲しかったんでこれを買いました。なんか他にもカラーマスカラいっぱいあったの、カラーが。だからね赤っぽいの買おうか迷ったんだけど、まあちょっとこれ今回無難に暗めのダークウォルナットを買いました。ウォルナットって何色なのかな。あとねこれメイベリンのフィットミーコンシーラー20番。まあ今日は外に出かけてたので全体的にお化粧してあるんですけど、動画を撮る時だけのメイクだったりとか、ほんとそこら辺に行くだけのメイクだったりとか、地元だけ歩くけど、まあ、一応メイクしようかなって日のメイクだったりとかはもうこれと下地とお粉とかで済ませたいなと思って、もう全体的にこうファンデーションを塗る日を少なくしたいなと思ったのでこれを買ってきました。クマとかここら辺の赤みとか口の横とか、あとはまあニキビ跡とかをちょっと朝こう塗ってからファンデーション重ねたんですけど自然に隠してくれたのでこれは買ってよかったなと思います。ちょっと高かったけど。あとね気になってたんだけど買えてなかったやつこちらです。フラワーノーズっていう中国コスメなのかな、すごい映えるコスメを買いました。リップ1本とねパレット、アイシャドウパレット1つ買ったんだけど、これはねパケ買い 100% パケ買いです。こんな感じ。これがねミルクティーっていうカラーのリップでしょ。でこっちがコーラルピーチっていうこんな感じの5色が入ったパレットです。めっちゃ可愛くない？これ鏡のところもすごい可愛いし、このユニコーンもすごく可愛いなと思ってこれを選びました。これもすごい可愛いんですよ。まあ秋冬っぽい落ち着いたから買ったんだけど、思いのほかね薄付きだった。割と薄付きだよね。私この色で結構バキッと出てくれるマットリップなのかなと思って買ったからちょっとこうギャップはあったんですけど、まあこれはパケ買いなのでよしとしましょうということでこちらを買いましたね。はい、というわけでこんな感じで購入品は以上になります。コスメ買ったのは多分久しぶりだなって感じなので、また早く新しいコスメ使ってメイクしたいなと思うんですけれども、まあ、今回紹介したものの中で気になるものがあったらぜひぜひチェックしてみてください。それではチョコバナーでした。バイバーイ。